皆さんご機嫌いかがでしょうか。菅沼光三です。うわ、これ説明しますと、小口径スネアドラム、タムタム、フロアタム、この、まあ、上物8つあるんですけど、小口径スネア今日は D2 で、タムも D2 とで、フロアタムは D4 です。4番取っております。スネアドラムは I5 ですね。スネアドラムはこういうちょっと形状が違います。バスドラムは D6。 これがなかなかアタックのある太い音も出るというね、素晴らしいマイクです。そして金物類、例えばハイハットも、こんな高いところにありますが、これはですね、コンデンサーですね、 ADX の51という、これドラムに最適なマイクたち、これを使いまして、今日は塚本修正さんのアルバム、修正プロジェクトの2枚目のアルバムをレコーディングしておりますが、全て、オーディクスで行っております。この多点セットたくさんあるんですけれども、これスタンドに立てるとマイクってすごい面積取っちゃうわけですが、見てください、これこのすっきりした感じ。しかも時間が全然かからないんですね。でですね、まあ、取り外してみますね。こんな簡単にここにフープが来るんですけど、フープに引っ掛けて取り付けてみましょう。引っ掛けます。はい、もう1秒でつきます。まあ、このようなイヤモニで、レコーディングの時にね、こう耳に入れるんですけども、まあ、その時のドラムの音の解像度っていうかね、くっきり感で自分が楽に叩けるかっていうところが決まってくるわけですけども、オーディクスだとすごくはっきりと、で、まあ生々しいっていうかね、スピーカーに張り付いてくるっていうか、イヤモニに張り付いてくるんで、自分で叩いててこう生との違和感がない感じですかね。本当にドラムに適したマイクなんだなということを感じながら演奏しています。